いや、本当に、こうやって1年目から出させてもらって、本当にありがたいことですし、まあ、これからが本当の勝負なのかなと思います。まあ、そこが一番ですかね。まあ、チームを勝たせたいこともそうですけど、やっぱり監督がずっと、途中交代の時期もありましたけど、最近はスタートなどで使ってもらえてるので、まあ、その中で、早く、監督に返せるように、それを結果として残せるようにしていかないといけないなと思ってます。本当に結果が全てだと思いますけど、結果だけじゃなくても、やっぱり今はチームが勝ってない状況ですし、そういうところでチームを、例えば、優位とか出てたから、勝てた試合だったっていうようなプレーをするだったりっていうのを、結果だけじゃなくて、そういうところが、大事なのかなと思ってます。やっぱり最近スタッツ多くなってきたんですけど、まあ、徐々に重ねるにつれて疲れがあるのかわからないですけど、まあ、自分の感覚的にはそんなないんですけど、いつもだったらしないミスだったり、ちょっとあんまりこの間の試合含め、それほど良いパフォーマンスはできなかったなと感じています。いや、まあでも、トレーニングの声かけとか、聞いてたら、やっぱり本当にパス、コンの、一つ一つのパスだったりトラップっていうのを、やっぱりそういうところからこだわっていかないといけないよというのは本当に強く言ってたので、全員の選手に。まあ、そういうところは本当に、まあ、何ですか、簡単というか単純な練習ですけど、それをどこまでこだわれるかというのは大事なのかなと思いました。まあ自分は自分なりのプレイして、しっかりと、この間のようなプレイをせずに、自分の持ち味というか、いいところを出しながら、はい、逆に、若手として出たらしっかりと走って、戦って、そういうところで見せられればいいかなと思ってます。まあちょっと出始めた時に、絶対今年5得点5アシストぐらいはしようっていうのは目標として定めてたので、まだ10試合ありますし、まあ、そこは変えずにいこうかなと思ってますけど、まあ、まあ、今年は本当に降格がなく、やっぱりチームとしてもっとやりたいようなサッカーを合わせていくだったり、その中で自分の特徴というか出しながら、そのチームにどうやって、どういう選手として自分が入っていくのかというのをもうちょい、感じられるようにトレーニングしていきたいなと思ってます。